神武天皇祭は神武天皇を祀る皇室の祭祀、大祭、また休日の一つであった。初代天皇である神武天皇の宝御日に相当する4月3日に毎年行われ神武天皇の天皇霊を祀る。宝御日は日本書紀によれば紀元前586年3月11日であるが、これをグレゴリオ歴に換算して4月3日としている。 九州の高齢殿と神武天皇陵に事情される奈良県柏原市のうねび三東北陵で儀式が行われる。神武天皇祭は幕末の公明天皇の時代、1860年3月11日に神武天皇のご陵祭として始まり、1871年9月に定められた四次祭典定則で規則化され、その後、 1908年9月19日制定の皇室祭司令で改めて法制化された。同法は1947年5月2日に廃止されたが以降も宮中祭司として存続している。皇室祭司令における歴代天皇の祭司はとなっている。選定祭は天朝節と同様に皇位継承によって変更されるものであり、皇霊祭は春分と秋分に 歴代天皇令をまとめて祀る祭祀であることから、神武天皇祭は、英語的に特定の一代の天皇を、毎年大祭で祀る、唯一の祭祀であり、高等の始祖として、別格の扱いとなっている。当日、高齢殿で、ドンズーの創上を含む儀式が行われるとともに、直視を左見して、宇ねび三島北領に方兵を行う。なお、旧制では、式年祭には、 天皇自ら、神武天皇陵へ行行して参拝することが定められていた。また、柏原神宮や宮崎神宮などの神武天皇を祭る神社はもとより、日本全国の神社のほとんどで、春か廃式あるいは祭典が行われる。宝祝行事では、柏原神宮周辺において、春の神武祭が神武天皇祭付近の週末に開催され、 柏原神宮のライトアップ及び映像賞、古代衣装による賛同パレード、植木市、フリーマーケットなどが行われる。宮崎神宮においては、神武天皇祭当日に、やぶさめが開催される。また、年中祭日祝日の休暇日をテーマ、及び休日に関する件により、1874年から1948年まで4月3日は、同盟の休日となっていた。 平成28年には、神武天皇2600年大祭が行われた。とは依頼とコンサートゲスト、年中行事時点 P345,958 年5月23日、初版発行にし、閣位状況編東京堂出版選定の箇所には、選定の天皇号が入る。例えば平成時代だと、昭和天皇祭という名称になる。 法業の年より3.50.2030.4050.100年目及び、以後100年ごとに採用される。式年以外の年に採用される。3日に百0 0年ぶり神武天皇2600年、大祭2日は、法能土俵入りか支原神宮、神武天皇2600年大祭。ありがとうございます。